和尚下町探偵団源さんです。昨日に引き続き、緊急事態宣言解除からの、夜のドライブ第2弾お届けします。いいのかね、こんなんで。2本撮りにしちゃって。まあいっか。ワウワウだ。ワウワウのなんか、サテライトスタジオか。なんかそんなのが、ような気がするな。こっちの方は本当に緑が多いね。もう公園だらけだね。もう桜が咲いてんだね。ここもちょっといい感じだね。どうする？歩く？やめとくか。やっぱりちょっとだけ歩いてみよう。これずっと桜並木だとしたら結構綺麗だよね。時間だからな。誰もいないな。ちょっと不気味だね。あ、でも本当にこれ桜だ。ずっと桜だ。あらららら。結構良いですな。でもどうだろう。画像的には適度にライトアップされてて、綺麗に見えてんじゃない？これずっと桜かな。歩くのも疲れるけど、でもそうだとしたら、かなりお見事だね。すごいね。さすがにもういいか。あれは何だろうね。駐車場かな？何かな？まあ、車も気になるし、ちょっとこれでわしは一回、ここは帰るのだ。お、ちょっと栄えてきたぞ。っていうか、これも新木場まで来てたんじゃないか？ずいぶん来ちゃったな。そうだよな。辰巳の隣はもう新木場だもんね。辰巳ふ頭？行けるの？行けないよね。
気配。すごいね、もう完璧に倉庫街だね。右もトラックばっかし、左もなんか倉庫っぽい感じだし、左は新木場の駅だね。ちょっと駅行ってみようか。どうやって行こう。 U ターンできるかな。すごいね、もう本当に新木場だからさ、新木場っていうのは人を基本的に住めないんだよね。木場のいろんな会社がここにたくさんあるんだけど、人は住んでないの。もう唯一人間っぽいのはコンビニだけってのは逆に皮肉だよね。ここら辺はトラック倉庫かな。性能運営っぽいね。すごい大きな倉庫だね。あれなんだろう、高速道路かな。でもここら辺だから地理的に見て、あれか、ゲートブリッジか。止めてみよう。すごいねこれ。車バンバン止まってんじゃん。おまわりさんなんか来ないんだろうな。でもなんだろう、そうだ、海へ行こう的な。海には一応たどり着いたね。じゃあいいか、これで今日のところは。あれ、そこ、どうなってんだ。そこはもう海だよね。あれはゲートブリッジ、あれはワカスかな。あ、ワカスの手前の風車も見える。ちょっとね、カメラだと分かりづらいけど、夜の海の風景が見えますよ。まあまあいい感じです。そっか、海まで来たね。南千石橋っていうとこだよ。ここは聞いたこともない。まあいいや。じゃあ今日はなんかよくわかんないけど、単なる夜のドライブになっちゃったけど、ここら辺から見る景色が一番良さそうだな。一応階段があって下に降りられるんだ。まあ降りる必要もないけど。どこの町だろうね。青海とか、あっちの方かな。なんかここら辺が一番綺麗かもしれないな。ビルはやっぱり青海かな。さっきと同じビルだよね、多分。角度が違うだけで。ただでも、こっちの方がなんか、摩天楼って感じしない？
葉と構造ビルみたいな感じ、なんか良くない？結局さっき左折ができなくて駅に行かれなかったけど、駅前まで来たから一応ちょっと行ってみるかね。駅のロータリー、まあ何があるってわけでもないんだろうけどね。そもそももういい時間だから誰もいないわ。これ道を通ってんの？有楽町線と京王線と臨海線、そんなに通ってたの？別に何かがあるわけでもないですな。あ、でも広いね。すごいね、駅3つともくっついてんだね。21日のパトロールが真夜中のドライブになってしまったけど、まあたまにはこういう時があってもいいかていうかいつもこんなようなもんかまあじゃあ今日はこの辺で終わっとくのだ。これでいいのだ。